はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は26レインボーシックスシージの動画になります。今回はですね、ミヒトだってやればできるんですということでですね、ミヒトの成長したという動画をぜひご覧ください。それでは動画の方へ行きましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあまず一つ目です。海岸線でのチームデスマッチ爆弾ラウンド1、私は防衛でございます。最近なんですけどね、私は、カベイラさん、尋問おばさんを買ったのでね、ちょっとドハマり中ということでカベイラを使わせていただきます。さあ試合開始、私はカベイラということで見つからないように動き回ります。一応ね、ここは補強だけしておいて、補強してる間に敵が爆弾を見つけなければいいなという感じだったんですけども、はい、見つかってしまいます。これで敵にカベイラがいるということがバレてしまいます。さあアクションフェーズ、敵さんも動き出します。私はこのドローンを壊して、敵さんが来るであろう場所、ここで待機します。ここでカメラ、なんと一つもう壊されてるですが、ここで敵さんのサーチができた、結構近いですね、はい、壊されました。赤ピン、敵のいる場所を見る限り、僕がいるところはなかなかいい感じの場所だったみたいなんですけども、敵さん警戒したのがなかなかこちらの方には来ません。あちらの方でめちゃくちゃ交戦しております。裏取ってきた敵たちをね、なんとか負傷状態に追い込んで尋問するのが私の仕事なんではございますけども、もう一度カメラを見ようと思ったら後ろ、敵いないみたいですね。味方が上を開けたので、まあ、上から狙うっていうことだったんだと思いますけど、ここで敵を発見、おそらくハンマー、スレッジハンマーでしょうね。私はここで裏取りのような感じでね、パシュンとパシュンとトリプルキルやらせていただきました。ここで敵を発見、敵はフューズかアッシュのどちらか、すると目の前にアッシュ、さあここは心臓止まるかと思いましたが、味方はまだ4人残っている、じゃあ大丈夫でしょうということで、私は大胆に動いていきます。もうこんだけ人数が減るとね、もう尋問の意味がないと思ったのでね。さあ敵を見ていきます。左側で壁が壊された音、毒針に引っかかりました。これを、この音を合図に私はここにポンと来まして、撃たれます。なので撃たれたということは敵は私に気づいていると、じゃあ戻るしかないと、戻った先になんと敵はどこにいるんでしょうかね。味方が一人死にます。あれはおそらくアッシュかなと思われたんですけど、こちらにアッシュ、さああと一人敵さんはどこだと思ったらそこにいる、じゃあ私はどうする、やっぱり禁止だとーということでね、はい、1ラウンド尋問なしの5人連続キルいただきました。それでは次の好プレイいきましょう。結果何ということで始まりました、運河のチームデスマッチ爆弾です。さあラウンド1、私は防衛、もちろん私が使うオペレーターは壁ちゃんということで、あとまた壁裏を使わせていただきます。さあラウンド開始です。ですがなんと味方さんが1人マッチ開始前に抜けてしまうという事件が発生。さあ4対5からのスタートです。私はもちろんのこと見つからないようにひそひそしながら上を補強します。補強の意味がないかもしれないけどポイントが欲しい。さあアクションフェーズの開始、見つけたドラゴン見つけたドローンを壊しながら私は潜みます。遊撃に出るカベイラさんなどでここで伏せてカメラをチェック、一つ壊されている。ですが他のカメラで敵さんの位置を把握できます。アッシュとグラズがいます。そしてゾフィア、他はどこだ、あと二人は一体何なのだろうか、わかりません。さて見てたカメラが壊されたので、私は近くに赤点があるのでそちらの方に向かいます。足音をね小さくしながらね、ここら辺で敵とすれ違うと嫌なので私はこうして足音を消していくと、グーラーズさん一発も被弾せずに尋問開始。嫌だ、そうか、
待ってください、どうかお願いします、撃たないでください、いやだ、やめてください、お願いいたします。さあ敵さん4人すべて分かりました。アッシュ、スレッジ、ゾフィア、フューズ、上の方にね、ゾフィアがいるというのが分かったので、私は上のゾフィアを倒そうと思うんですけども、警戒されてたら困るということで少しこちらで待機します。さて少し時間を置いたところで先ほどの場所へ向かいます。おそらくゾフィアはここにいないと踏んだ私は壁を壊す飛び出る。さあ敵さんゾフィアを発見、ここで負傷状態、敵に位置がバレていますが近くに敵がいないと分かっているので尋問開始。はい、もう2回目の尋問、嬉しかったですね、できた時は。スレッジかな、スレッジが私の後ろの方に来ていたので少し撤退します。爆弾近くに戻りましたが私はもう一度尋問がしたいということで、ね、戻ってきてしまいました。味方が死んで3対3、まあ、壁を壊す力を持っているのはね足くらいしかいないんで、何かが壊された。もう一度飛び出ます。しかしスレッジハンマーどこに行ったということで、いないんですよね。さて残り時間が1分半を切ってもう一人が死んでしまったところ、私はフューズを発見。このなかなかのひどいエイムなんですが敵を倒していきます。味方が死んで私一人、敵がフロストに引っかかった音、私はもう一人アッシュを発見、ボンと牽制ですね。その後どこで引っかかったんだと見つけましたが、足引っかかってる状態、これはもしや使えるのでは、そう絶対救助に来ますよねということで、おとり作戦使わせていただきました。フロストさん感謝です。はいはい、ということで5人抜きまたやらせていただきました。壁裏使ってるとたまーに5人抜きできるんですよね。さてそれでは次のコープレイいきましょう。さあ次は領事館爆弾ラウンド1攻撃です。攻撃側のオペレーター、私が使うのといえば、皆さんよくブリッツ、ツイッチとかよく使ってるよね、と思うんじゃないですか。ですが私、ここ、プレイ中、携帯をいじってまして、我ながら、ゲームしてる途中に別のゲームするなとも思うんですけどね、はい。残り13秒間、放置です。そう。放置してしまいました。ということで、お分かりいただけますでしょうか。しっべー、ここら辺で私は気づきまして、あやべえと、新兵やキャラクター選んでねえ、うわどうしようと、しかも盾じゃんと。前にね生放送でちょっとお遊びプレイした時のやつなんですけどね、それが残ってました。新兵で盾ネタじゃねえかと、これは除外投票入れられるんじゃないかなと思いましたよ。はい、さあアクションフェーズということで私たちも行動開始です。爆弾の位置は正面玄関と玄関を左に出たところの客間のようなところ、まあ比較的攻めやすい場所ではないでしょうかというところで、私がディフューザーを持っていることをプレイジは全く気づいております。しかも盾ですからね、私盾で壊し敵を調べる、いないと思ったので開けます。するとバルキリーカメラをどこかに置いているのでしょう。撃ちます、外します。お分かりいただけたでしょうか、その奥何かがいる。ポン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 、負傷、しかし倒せない。私は手榴弾を持っていたのでこれをちょっと使っていきます。ドカンと一人撃破。さて私は盾なので味方と一緒に動いていきたいんですが、ブリッツの癖があり大変なことになっております。敵に発見され続けるのはまずいと思って逃げた先になんとリージョン、あー超あー痛そう。ほぼ同時に味方が一人死んでしまうんですけども、バルキリーも倒させていただきました。さて今3人倒してしまいました。新兵盾まさか意外と強い説、いやブリッツの方が絶対強い。すると敵と交戦中のエラさん、あー超痛そうですね。
味方が1人死んで3対1、1人負傷なのでこれを助けようとしますが、助けます。敵に発見され続けるので絶対どっかにバルキリーのカメラがあるなと思っていたところ、アッシュが死んで2対1。撃たれたので見てみると何がいるわからない。そしてなぜ除外投票、4人キルしてますが、それでもダメですか新兵盾。敵に発見され続けるので一体どこだどこだと探してはいるんですけども、味方に任せると味方が死んでしまう。おっとどうするミヒト君。ディフューザーを設置。さて敵はスモークということが分かりました。毒ガス臭い臭い。はい、ここで気づきます。あったカメラ。はい、さて敵さんはどう来る、一体どう来るんだ。ここで一旦リロードを挟んで右から来るか左から来るか。左に敵発見、伏せてトイレに閉じ込める。インパクトグレネード、スモーク。さあ敵さんスモーク焚いてますが、敵さんは毒ガスの方のスモーク。はい、毒ガスですね。さあどうする、私がここにいる限りあなたはここを出てくるしかない。5人連続キルということでね、味方さんにはちょっと最初申し訳なかったんですけど、これに許してくださいという感じでございました。さて皆さんいかがでしたでしょうか。ミヒトの成長どうでしょうか。私だってやればできるんだから。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。